今回も 30VLB の時間がやってまいりました。今回はですね、こちらですね。2003年生のアーサーです。えー、とこのアーサーはですね、まあ、これしかタイプはないんですけど、木製でアーサーって言ったら、えーと、後ろの6つの車輪がボギーになってて、で、先頭はボイラーというか、ボディでくっついてます。で、ランボードの部分の先端部分がですね、プラスチック製となっていて、マグネットの周りもプラスチックで囲まれてます。で、まあ、形状はこんな感じですね。えっ、ー、と、パーシーとかと比べるとこんな感じです。やっぱ長いですね、アーサーはね。はい、というわけで、今回はこれで終わります。